で、ここ爆発した時にこう行く。で、これ右返す絶対いるから。は？おい、おい、ナイス！強すぎー！強すぎー！で、あと一発。不人気武器っちゃ不人気武器だけど、全然強い。いたな。ほい、ほい。ほら、これもね、ワンパン持っていけない段階で、やっぱちょっときついな。後ろいるね。後ろいるのを無視する。で、こっち正面にいるやつは持っていく。ナイス。さあ、味方後ろ見てくれてるね。いやいやいや、それは抜いてくれよ。オッケー、ナイス。おい、そこ、後ろ。うい、ナイス。はいどうも、ジャンダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW2! 早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、個人的に、まあ、今シーズンで修正入るかなと思ったんですが、なんもね、シーズン 2.5 で調整入らなかったので、まあ、今後ね、おそらく入んないだろうと、まあ、多分これが仕様なんだろうな、ということで、ちょっと諦めてね、紹介ということで、はい、こちらの、サブ武器の方にある、バジリスクパイセン、そしてこちらの弾薬にある、500スネークショットですね。はい、こちら以前もね、動画で紹介しましたが、まあ、言ったらこれ弾頭部分がね、ショットガンのペレットになっておりまして、リボルバーながら散弾銃が撃てるんですよ。はい、なのでこちら撃つとですね、こんな形で、ほら散らばってるでしょっていう形の、まあ、お手軽ショットガンって感じなんですよね。まあ、詳しくは元銃の解説ね、前回でやってますので、気になる方はそちら見てほしいんですけど、ちゃんとね、これリロードする時の弾とかも赤色になってるんですよね、弾頭部分が。ゲーが細かいっていう。で、これをですね、射程距離マックスで使ってあげると、はい、こんな感じで近くのマネキンワンパンできるっていう、やばくないですか？そう、だから、CQB エリアね、普通のショットガンとか持っていくよりも、これ使った方が強いよねっていうのがあったりはしたんですけど、まあ、MW201Q ユーザー分かりですよね。はい、こちらデュアルにもできるんですよ。いや、これもですね、めちゃくちゃ荒れましたよね、過去作でね、スネークショットデュアルっつってめちゃくちゃシュートザシップでね荒れまくったやつなんですけど、これがね MW2 でできるから、これが確認された時にもう TL がねめちゃくちゃアビ共感で、うわ絶対アルリアンって思いきや、こいつなんとですね弾届かないんですよ。はい、実はですね、こいつだけなんか知らないんだけど射程距離がね10メートル以下というか8メートルぐらいで、ほらわかるかな、みんなわかる、これわかるかな、これ、だいたい手前がね、ここら辺だったら、まあ、7メートルかそれぐらいだと思うんだけど、こんな感じで、奥に弾届いてないんですよ。だから、手前のやつだけ、ほら、弾痕残ってるでしょ。やばくないですか？そう、なので、ほら、おかしな現象来てるでしょ。そう、手前だけ弾残って奥のやつは、弾がなくなってる判定だから、届いてないんですよ。まあ、なので、こういった形でですね、マネキンにももちろん弾届かないので、これぐらいの距離では使えないというね、非常に残念な武器となっております。だから意外とこいつはね、公開待って誰も使ってない状況なんですけど、ただね、一応裏技として、これ射程距離をね、こういった形で上げてあげると、ちょっとだけなんかね、当たり判定広がるらしいんだよね。ほら、奥に弾届いてるでしょ？ほら、これが本来の弾のね、当たり判定になるはずなんで、まあ、これでやっと10メートルぐらいで弾が届くかなって感じだけど、それでもやっぱ弱いな。はい。っていう形のね、ちょっと小技というかね、謎な感じで弾が消えるっていう現象があるんでね。いや、これちょっとバグかなと思ったんですけど、どうやら公式枠バグではなさそうなので、まあ、早速ね、こちらちょっと使って実況プレイやっていこうかなと思います。はい。ということで、まあ、これからはですね、まあ、Call of Duty MW2 に関するところとかね、ガンガンと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、参りましょう。はい。ということで、早速、ファーム18のハードポイントをやっていきましょうってことで、まあ、最初の拠点あたりのその CQB エリア内はね、もう最強オブ最強ですので、デュアル。早速こちらでちょっと暴れていこうかななんて思います。で、それ以外のちょっとね、開けてるところに関しては、しっかりとこちら盾を使ってですね、まあ、クリアリングというか敵のヘイトを買いつつ、味方の貢献していけたらなということで、はい、使っていくカスタム構成は、こちらとなっております。多分スクショで貼ってると思います。いやいや、ジャンヌさんと、デュアルにサイトなんでつけて意味があるんですかと、思いのそこのあなた、ロマンです。はい。いや、言うと思ったでしょ。いや、ロマンなんですよ、本当に。いやね、もう、デュアルにサイトつけるって、この意味のない行為、かっこよくないですか？待って、いるな。なんか、俺の壁抜いてこいとしてるくらい。さあ、フラッシュ来てますが、はい、ナイスキル。あれ、ナイスキルじゃなかった。危ねえ。ナイス。いや、強いよ、マジで。やっぱ、CQB エリア内は無敵ってことで。待って、一旦そっち行かせてほしい。で、一旦こっち行ってから、後ろから来てるね、これ。後ろから来てるんで、一旦移動しつつ、しっかり UAV オンライン。で、外周から来てるか、これ。いるね、多分そっちから来るね。はい、ナイス。で、これしっかりとキルしつつ、はい、これヘッドショット強い。いや、いいよ、いいよ、いいよ。この調子、この調子。で、しっかりとリロードしておいて、SE ナイス、溜まったよ。大丈夫、味方、そういける？セメテックス投げ入れるか。そこ投げ入れといて、で、ここ爆発した時にこう行く。で、これ右返し絶対いるから、は？おい、おい、ナイス、強すぎー、強すぎー。で、あと一発。このファントンバレットで持っていこうとしたけど、大丈夫、来てない。しっかりと拠点入っていきましょうか。さあ、では、こっちから外周いるんで、はい、ナイス、強すぎー、マジで。え、やばくない？俺、無双しすぎじゃない？
ほいほい、それ負け、それ負けんの？さっきまで調子良かったのに。あ、これやっぱね、ストッピングしないといけないんですよ。あの、バロみたいな形で。そう、なんか走りながら撃つと、弾の弾道的なところで、なんかね、敵に当たり判定が結構頑張ってとかするから、意外とね、こう走りながらアクティブな感じで撃つと、キルできないことが多いんで、そう、一回一回ちゃんとストッピングしてってことをやってあげるのをおすすめします。投げ物投げ入れたかったらせめて。いや、あれどうしよっかな。ああいうとこさ、やっぱ盾だよな。それか SAE 使うか。SAE 使うか。多分そっち方面からいっぱい来てるから、ここいるあたりで SAE オンライン。で、はい、やる。で、これで右のやつをやっていきつつ、はい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 。で、SAE で右を押さえて、もろてナイスーで、多分そこいると思うんで、これ持っていく。ほら、これ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 。これジャンプして、ムーブして打つとさ、良くないんよ。まあ、足に当たったっての多分あるんだろうけど、それでもやっぱあの距離ワンパン持っていけないからさ、しっかりと足止めて、やらんといけんのやなっていう、そういうところが難しい。で、次っぽが多分変わると思うんで、はい、ナイス。はい、ほら、これ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 、これね。めっちゃ下打たれた。下、いや、全然当たってへんかったけど。いや、いいね、面白いよ。いや、こいつはね、けど、下打たれて当然なんですよ。いや、もうね、強かったら困るから、今回のこのね、正直ね、射程距離が低いっていうのも、全然ありや、全然強いよ、これ。使ってない人多いから、確かに安定しないマップが多いから、不人気武器っちゃ不人気武器だけど、全然強い。いたな。ほい、ほい。ほら、これもね、ワンパン持っていけない段階で、やっぱちょっときついなって感じではあるんだけど、いや、それでもやっぱね、全然使えてるよ。さあ、UAV オンラインで。さあ、ここで角待ちさせていただく。さあ、足音消してるんで敵にバレない。さあ、投げ物が来るか？いるね。こっち多分外周行ったから、ナイス抜き。ほい、ナイス。さあ、サプレッションマインだっけ？なんか変なの反応してる。いいね。いや、サプレッションマインまだ反応してるのか、これ。壊れるの遅いねんな。はい、ここで角待ち。味方行ってくれ、先。先に行って、ヘイト返して。ナイス、いいよ。さあ、しっかりと拠点入っていきましょう。後ろが来てるんで、はい。は？それ抜けないの？あぶね。さあ、2発しかないんで、しっかりと。はい、ナイス、一発蹴る。いや、これワンパンできるの謎だよな、マジで。やっぱしっかりとストッピングして、胴体に当てるぐらいの感覚じゃないと、ダメ臭いですね。めっちゃ下打たれた。気持ち気味。ワンマガジンというか、10発ぐらい多いよ。いや、全然いいよ。俺、この武器使ってる時はね、下打ちされていいと思う。うん。この武器は正直、クソ害悪です。もうクラスター前に出させてほしい。またこっちリスポンか。とりあえず、この中でクラスター前に最強なんで、はい、出していきます。よいしょ。で、その間、こっちはいない。この中守っていくか。やっぱ敵対敵将だからね。うん、こういう室内戦で最強な武器は、やっぱりここら辺でイモルしかできないから、ここでしっかりとヘイト返していきましょうか。大丈夫？ナイス。さあ、味方がしっかりと拠点入ってくれてる。入って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 。いるね、そこ、中。いる。いけるか。ナイスナイス。カモン。はい、ジャンプしてきたけど、しっかりと私は止まってるんで、狙えましたよと。いや、こういう形でちょっとでも動くと、やっぱずれてしまうからきつい。弾がない、弾がないよ、助けて。一旦命のリロード。さあ、後ろからの、はい、攻撃は、盾持ってるんで大丈夫です。いや、盾必須やな、これ。いるね、これ、後ろ。ほい、ほい、おい、ナイス。で、上、バレテーラーって、いいね、アクティブだね。いや、敵と1位のキル勝負が始まってるよ。さあ、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 私が次っぽのために走っていきます。いるか、それ。持っていく、ナイス、いいっすね。で、次ポのために移動したいけど、こっちから来るんで。はい、マッツ、ナイスキル。さあ、KV ブロードサイド君いましたね。危ない。さあ、敵もなかなか厄介な武器使ってますが、うわーい、マジ上か。いや、やばい。これちょっと結構 GG してんな。これ拠点入らなあかんけど、俺の武器、正直、拠点入れる場所と入れないところの差がありすぎるよな。そこら辺はちょっと辛いところ、ナイスキル。さあ、では、後ろいるね、多分。こっちから来る。こっち来るね。はい、ナイス。いや、こいつもスレークショット使ってる。いや、やっぱ単発の方がね、下手したら強い説あるからな。後ろはいないか。いや、味方拠点入ってくれてる。もうここの CQB やら俺が守る。いるね。はい、足音聞こえた。こっちはいないね。上取られてるのがきつい。一旦 UAV オンライン。さあ、UAV 出しといて、次ポのために移動しましょう。カモン。はい、ナイスキル。で、二人目いるから一回逃げる。はい、一回逃げて、はい、戻っていく。ストイー、ナイス。こういうことなんです。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。さあ、外役してますね。はい。ねえ、それ負けんの？まあ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 、あれもね、まあ敵が体半身だったからな、致し方なしって感じよね。まあブライソンじゃなければ勝ってたって感じでしょうか。さあ、ではもう一回クラスター出していきましょう。はい、クラスター前オンライン。で、いますか？はい、はい。いやー、それ外れるか。いや、これ拠点入れへんのがさ、ちょっともどかしいよね。うん。はい、投げ物オンライン。やるじゃん。ほい、こういうこと。オッケーオッケー。さあ、これで2枚さばいた。あと3枚目が向こう。ほらね、こういう形で待たれると、おキープされるとさ、勝てないから、そこら辺ちょっときついですよね。さあ、ここはちょっと拠点入っていこう。ここは拠点入ろう。トロフィーオンライン。ここはしっかりと拠点入って、で、この中でずっと定点。これが最高な気がする。さあ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 。まあ、どっちから来るかやな。頼む味方、もうちょっと人数来てくれ。後ろいる。カモン。ここ来るね。はい、ナイス。で、行ったふりして戻る。はい、で、俺に一発当てたやつが戻ってこない。拠点入ってくる味方、拠点。そう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 。こっちが来る？来てない。待って、後ろいる。一回逃げる。あぶねえ。後ろ。
はい、待って、それはやらせてほしい。ナイス、一回逃げる。へえ、待って、それなんで。もうさ、俺一人でさ1枚2枚さばいてるけどさ、こいつ弾がないから無理やねん。ちょっと待って、味方もうちょっと頼む。まあ俺はキルするからさ、拠点にも入ってほしいし、せめて1、2倍さばいてくれ。俺はキルレ2は取る、キルレは2は取るから、そつって2枚キル抜くするから、後の敵の残党頼んだ、マジで頼む。はいはい、ナイス。で、奥いるね。で、それは、投げ物投げて、で、丁寧に行かないとやばいね。投げ物投げといて、はい、こう。いやー、マジかー。いやー、キルはしてんねん、キルはしてんねん、味方。負けるー、負けるてー。ほい。ほい。マジ、それ一発当たってないの？謎すぎない？さっきの。やっぱね、これ撃った時のさ、なんかあれ、ちょっと違うよな、なんか。もうちょっと手前で撃ってるはずなのに、なんかね、ずれてることあるよね。それもやれへんの、やっぱジャンプ中の弊害出てるしさ。やっぱこいつはピークしたらダメなんよ。そう。アクティブで使ってはいけない。ストッピングして、いきたい。ナイス？さあ、ここで、これ、でかい。トロフィーオンライン。これで入る、これで入る、これで入る。カモン。ナイス？で、残り3分あるから、これでいく。オッケー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 。いいよ。これ、しっかりと効いてますね。しっかりとリロードしておいて。はい、はい。ナイス。いいよ。リロードする。いいっすね。拠点乗ってる。次ポ行こっか。さあ、6秒、5秒なんで、次ポ行きましょう。さあ、次ポ意識で。後ろいるね。後ろいるのを無視する。で、こっち正面にいるやつは、持っていく。ナイス。オッケーオッケー。これでしっかりと拠点入ろう。オッケー、ナイス。で、トロフィー、破壊したい。で、トロフィーを、オンラインからの、そっから顔出してくるやつ何人くらいいるかな。さあ、味方後ろ見てくれてるね。いやいやいや、それは抜いてくれよ。オッケー、ナイス。おい、そこ、後ろ。うい、ナイス。いやいや、味方全然来てくれてへん。助けて。俺めっちゃさばいてる。外周にも行ってるやつおるし。一旦オンライン。いるね。多分こっちが来るね。はい、ナイス。で、ここで、クラスターマインをオンラインする。なんでやねー、何で抜かれたそれ俺。はははは。何で抜かれたさっきの。意味不明すぎる。トロフィーか。トロフィーの爆発でもダメージ食らったんか。謎すぎー。足元、ナイス。で、この一発しかない状態のファントンバレットで行く。素晴らしいです。さあ、しっかりと拠点乗りつつ、めっちゃ乗ってるよ。さあ、しっかりとリカバリー入れつつ、ナイス、いいっすね。いいよ、いいよ、いいよ。で、次ポがね、ちょっと私今日入るのが苦手なんで、デッドサイレンスオンライン。よし。これでこっちの外周のやつは倒したい。あー、サプレッションマイン、危ねえ。で、ここで耐える。はい、ここで耐えます。ユエボンライン。いる。ナイスキル。で、2枚目を、さばく。うわ、それやれへんの？なんかさ、やっぱ、おかしいよね、これ。こう、真ん中でめちゃくちゃエイムドンピシャなのにさ、抜かれてることあるよね。それマジで謎すぎる。オッケー、ナイスキル。さあ、しっかり盾持ち持ってるんで大丈夫、バレてない。で、その奥はちょっときついな。はっ、ちょっと待って。おい、おい、おい、はははは。素晴らしい。いた、リロードする。で、リロードしておいて、さあ、次ポ行きましょう。カモーン。いや、後ろめっちゃおるわ。めっちゃおるけど、あえて無視する。することによってこれ入る。で、拠点入って、はい、ここで金持ち。左いるね。待って、後ろいるわ。行ったふりして。はい、はい、うわー、スネークショットこうやってワッパされた。いや、こういう時の安定性ないわー。はい、ということで、一応ね、1分20秒乗りで56キルなんで、スコア的にも、キル数的にもね、このロビーでナンバーワン取ったんで、間違いなく弱くはないんよ。そう、弱くはないんだけど、やっぱね、謎で打ち負ける時あるよね。まあ、なので、まあ、サブ武器としてはね、すごい優秀だと思います。ただ、ぶっちゃけシングル運用とか、あと、もうショットガン使って KV ブロードサイド今がね、全然強いので、まあ、ぶっちゃけね、KV ブロードサイド使って、安定キル狙った方が100億食らいますし、こいつやっぱレートもないから、で、しかも外れる可能性もディスクもでかいんで、そう、やっぱね、強いんだけど、サブとしてはね、強いんだけど、まあ、以前みたいな形で、この、縦背負ってメイン運用みたいなことをするんであれば、まあ、KV ブロードサイドの方がね、今全然強いんで、そういったところね、ちょっと安定性に欠ける武器なのかなと思います。はい、ただね、まあ、そんなにね、まあ、過去作ほどぶっ壊れてもないし、そんな使えないからといって、これ以上強化されたら困るんで、そう、過去作のね、やばい部分が出てしまいますから、はい、なので、まあ、これぐらいのね、調整というか、これぐらいの弱さ微妙な感じでね、僕は全然いいかなと思います。公開マッチもね、誰も使ってない状況だからさ、そう、みんなシングル運用やってる状況なんでね、全然この調整でありだと思います。はい、ですのでね、まあ、ぜひぜひ、ちょっとロマンを追い求める方は使ってみてください。ということで、まあ、これからもですね、まあ、Call of Duty MW2 に関するところとかね、ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。